山崎まさよしのクラフトパパ。今回は、うん、まあ、新たなジャンル、はい、鉄行こうかなと。行くか。ついに、溶接刀じゃないです、ね、バットとか刀とか違います。溶接っていうのは山崎さんは、まあ、やったことはあるけど、うん、って感じですか。溶接はプライベートとかそういう、うん、ついでに言うと持ってるよ。ああ、それがおかしな話なんですけどね。なんで感じどうもプライベートで溶接家でやってるよっていう。はい、やってる。はい、川上店長ももともとは溶接、そうですね、が、まあ、得意ジャンルというか本職というか。鉄から生まれた女です。鉄から生まれた鉄の女です。ええ、またもうなんかいろいろなんか下に米印で書かなきゃいけなそうなこと言うのやめなさい本当に。前回それこそね、工房長にいろいろとね、うん、レクチャーしていただきましたけども。そうですね、はい、うん、今回も中原工房の中から、はい、なんと石川さんという方が、はい、ね、もうね、工房長は呆れて帰っちゃいました。マジですか。はい、あいつら何なんだと。最後全部俺がやってたじゃないかって最後の仕上げ。いやいや、そうだけど2人とも腕組んで全然。いやそうだけど、でもなんだろうね。こうやってやるんですよって工房長がやりながら、なんかハウトゥーじゃなくてずっとやってたじゃないですか。いやいや、大体仕上げはそうやってやってもらわないと。へえへえとかで2人で腕組んで石川さんにちょっと登場していただきましょう、はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。初心者向けだと石川さん何をやればいいんですかね。一番簡単なものだったりとか。そうですね、うん、簡単なものだと、はい、棚とかどうですかね。棚、アイアンとウッドです。こちら、なるほど。あ、それに間にこう板をね、うん、はい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 、もうできてるじゃないですか。もうできました。最多でできました、うん、その鉄の部分も手作りというかそういうことなんですか。このフラットのバーの状態で今あるので、はい、それをここの部分曲げてもらって、うん、でポイントで溶接して、なるほど、で固定して、うん、穴を開ければ水止めもできる。なるほど。 あれですね、やっぱり難しいですよ。はいはい、多分今ね、簡単にその初心者でもできそうですけど、意外と項目がいくつかありましたね、うん、曲げたり穴開けたりと溶接したりと、ね、じゃあまずは石川さん何から始めればいいですかね、うん、今木工工房にちょうどいるので、はい、この木を先に行きましょうか。なるほど。じゃあ早速ね、石川さんよろしくお願いいたします。クラフトパパ、まずは先ほどのね板ありましたけども、はい、うん、これが今ちょうど160センチちょっとあるんで、はい、800を2枚取っていき、80センチを2枚取っていきます。はい、この巨大なものを使うんじゃないですか、うん、ついに。大丈夫ですか。古代ローマでギロチンと呼ばれていた。やめなさい。で、機械自体にメモリがついてるんで。あ、本当だ。これ切るのが楽なんですよ。本当だ。メモリすいませんね、石川さん。石川さん途中で帰る可能性ありますか。これ石川さん その手元にあるこのオンオフってありますけども、はい、それがスイッチですか。これが集塵機のスイッチです。はい、で、集塵機を回してもらって、おー、わー、デパート6章の子供が入るやつみたい。パパパパみたい。この状態だと材料が動いちゃうんで。確かに動く。これは材料を抑えば使う。あ、できた、押されたプレスして、もうそれだけで動かないですね。やりやがったよ、おい、ついに安全面で2箇所を1回。うわ、あー、いった。開いたよ。切れてます。切れてますよ。いや、切れてないっすよ。切れてます。すごい、すごい、すごい綺麗。綺麗に真っ二つ。完成するのどれぐらいの長さがいいかっていうのを、もうちょい切った方がいいのか。これでいいでしょ。800にします。いいじゃないですか。もう1枚か。抑えました。
か。おー、いけた。切れてますか。いや、切れてないっすよ。長州力はいいんですよ。続いてじゃあ、いよいよじゃあ溶接の方へ行くって形いいんですか。はい、はい、分かりました。じゃあそれではお願いいたします。移動しましょう、うん、はい、なかなかいい、うん、いいあれですね。いいですね。クラフトパパ溶接するためにこちらファクトリー B の方に移動してきましたけども。そうなんです。あと石川さん、まずは何をこれからやりましょうか。はい、まずアイアンのフラットの状態のバーを、長さを切るんですけど、長さを切るには寸法を決めていきます。なるほど。で、板の幅にはここは幅を合わせていくんですけど、はい、高さは自由に決められるので、ほうほうほう、これは山さんの好きな高さで、ね、これぐらいいいんじゃないですか。400ですね。じゃあ高さを決めたということは、うん、続いては幅ですね。200ですか。うん、そうですね。板より5ミリ大きくで200。200。はい、はい、はい。じゃあ200+400+200なんで、うん、800。わかりやすい。わかりやすい。石川さん計算早い。あれですね。こういうまっすぐの棒からこのここに、これ氷になって。ねえ。ねえ。行きましょう。川上店長がねえ。いや、一瞬ぐらい説明してですよ。まず800の棒を作るってことですか、これは。なるほど。クラフトパパ。はい。出てきた。出てきた。乳酸菌が。おお。わあ、すごいな。すごい。簡単に切れちゃうね。ねえ。鉄が切れたとは思えないぐらい。切れるのかな。ただね、そう、なんかまた違う感じです。そう、こういうの。回転も木工より遅いんですよ。もっとなんかガーって回転してやるのかなと思ったら、結構ゆっくりな感じの。そうです。速いと刃物も負けてしまうし、へぇ、消耗、破損の原因にもなっちゃう。そうなんですね。ゆっくりちょっと早く回せばいいってものじゃないですよね、山さん。本当そうだよ。旋盤も鉄と切るやつも。そうだよ。クラフトパパ。今ね、これ完成です。穴開いてますよね。うん、開いてますね。で、穴開けはボール盤でやるんですけど、うん、曲げた後にボール盤ここ入らなくなっちゃうんで。本当だ。曲げたい気持ちを抑えて。はい、曲げたい気持ちを抑えて。なんかあの、あれはね、なんていうか人生のここバーじゃねえんだわ。だこれバーカウンターとして使わないでください。曲げたい気持ちを抑えなきゃ。川上店長ガールズバーとか言うのやれよ。やめなさい。曲げたい気持ちを抑えましょう。ここで先に穴開けるってことだ。じゃあここでいいんじゃないですか。そしたらど真ん中にこれを急に髪の毛生えましたけど。はい、みんな集中して。集中して、集中。クラフトパパ。さあ、山さんやってみます。いや、こういうのはね。こういうのできないこともないよ。ねえ、完全に今助手山崎まさしになってますから。お、じゃあまずはお手本で。ここも、うん、はい、オイルは手出しなんですけど、やっぱ鉄は、うん、そういうの摩耗しちゃうんで。へえ。あ、これもやっぱそんなにゆっくりな感じのイメージよりも。そっか。へえ。これそっかーって。あ、すごい。でも。よ。あとはスライドして。ヤマさん、行ってみます。え、いや、ちょっと待ってください。これやるんですか。ここです。
最初はちょっと行ったり来たりみたいな、ちょっとあれなんですかね。うん、逃がしてあげないと、ずっていくと抵抗かかる。なるほど。もうこれ開いてるの？もう少しです。なんだ今の音。なんだ？もうこれで開けましたか。はい。はい、さあ、山本さん、穴開けましたね。穴開いた。お疲れ様です。お疲れ様です。いやいやいや、曲げたい気持ちを抑えて。新曲。新曲。急にテイスト変わったなって。何の曲やねん。クラフトパパ。こっからのあれじゃないですか。これを掘らないといけないじゃないですか。はい、なるほど。この穴を。うん、そう。綺麗にしよう。はい、それでいきましょう。はい。うん、いったいった。お、綺麗。あ、綺麗。お、いい感じで。うん、いい感じで。よし。クラフトパパ。じゃあ、今まで我慢した曲げる。あ、我慢していた曲げるを。ついに。石川さん、いいですね。はい、はい、曲げましょう。ついに曲げましょう。ついに曲げましょう。はい。曲げるのが、こちらのベンダーっていう機械を使います。ですね。これはすごい力がいる質のやつですね。だから、店長が逆でしょ。行きますよ。はい。どれぐらいの、あの結構硬い気がするけど、どうなんだろう。硬いよ、これ。これ無理だよ。気をつけてくださいね。あ、あった。あ、行った。曲がり出すと早いね。ユリゲラみたい、なんか。ユリゲラ。フリーだ。石川さんびっくりしちゃう、これ。急に覚え出すと。誰も知らん。さあ、90度、90度まで行ってください。はい、これ、これね、これは川上店長には無理だな、多分。結構太い鉄だから、投げるのも。これで全部行くと90度なんですかね。行き過ぎると、行き過ぎちゃうね。行き過ぎると、行き過ぎちゃう。行き過ぎると、ちょっとずつね。ちょっとずつね。ちょっとずつ。こんなもんですね。大事ですよ。もうちょっといけるんじゃないですか。もうちょいですか。よいしょ。あ、いいんじゃないですか。いいですね。じゃあここ、あ、ストップで、そこで。じゃあここで止めたら、ここまでやればいい。なるほど。あ、すごい。すごい。綺麗に曲がってる。あ、綺麗。こんな風になるんだ。すごいね。ねえ、すごいですね。うん。あ、これは男の仕事だわ。こんなのよくやりますね。だから持つ絵がもっと長ければ長いほど多分力はいらないんですよね。あ、そういうことか。あと反動でいくっていうのもあるかもしれない。あ、分かんないです。分かんねえのか、分かんねえのか。いや、これ行きましょう。わ、すごい、綺麗に。最後手でやるんですか。もう一回ちょっと入れようか。ガタガタしちゃうから。確かにね。なんか立て付けが悪い感じのね、風になっちゃうから。へえ。こうやって曲げるのか。はい。お、できました。うん。こだ。こ。しっかりとしたこが。この自分。いいか。大丈夫。クラフトパパ。次はもう溶接ですかね。そうですね。で今ここの寸法が分かったので、はい、実際の寸法を測ってもう一本切ってで溶接していきます。なるほど。いいですね。ついに溶接の方に。そうですね。もう完成ですね。こっから気が早い。こっから気が早いよ。クラフトパパ。山さんよろしくお願いします。ダメだ。ダメだこれ。ダメだこれ。本番です。はい。結構ドッときますね。ドッとくるよこれ、うん、ドットコムだよ。